僕が使っている内股ですね。移動しながらの内股の感じの使っていタイミングですね。これ一番大事なのはい、タイミングです。移動しながら右足をこの時に、かかとの方向にずらしてもらって崩しができてないと結局動きが乗らずにここで内股やることになってしまうので右足をこうずらしてその時にしっかり崩して相手を釣り上げてきて腰に乗せてここで左右で今度は、相手を押し込んで入る内股です。押し込んで入る内股は、タイミングを少しずらしてここで入る。右、左、右、左、右、待ってから0.5 秒ぐらい待ってちょっと難しい。相手のこのままだと入りに来ないで分かりました。要するに相手が次前出てる時に一番立ってかからないんで、だから時間差を作って下がる時に左足を持ってきて、入ってます。入ってます。一以上ですね。